月のピラミッド月のピラミッドは、テオティワカンに現存するうち、太陽のピラミッドに次いで2番目に大きな構造物である。メキシコのテオティワカン遺跡の北の端に立っており、その真北に見えるセロゴード3を模倣するかのように建設されている。ナワトルゴデはテナンと呼ばれており、これは母、もしくは石という意味である。月のピラミッドは、 太陽のピラミッドと似た構造で建造されており、同様の構造は、紀元200年以前から存在していた。建設は、周囲の建造物群と合わせて100年頃から始まり450年頃まで続いた。正面の斜面には、死者の大通りからつながるタルータブレロ構造で4段の海岸状の祭壇があり、ピラミッドの頂上の舞台にまでつながっている。 かつてこの壇上には、ピラミッドのふもとで彫刻が見つかった月と水と工場の女神で、自らと地球も作ったテオティワンの大女神を称えるための式典を行う壇があったと考えられている。ピラミッド正面には、月の広場がある。広場の中央には、内側が五点型、もしくはテオティワンの十字架と呼ばれる、独自の構造をした祭壇がある。 紀元前150年と西暦500年にメソアメリカの人々は22平方キロメートルの高原に大都市を建造し繁栄した。テオティワ館を作った人々の民族性についてはほとんどわかっておらず議論の対象となっています。ザクアリショーと呼ばれる初期のテオティワ館では月のピラミッドと太陽のピラミッドを建造に使われている独創的な建設様式が開発された。 また、テオティマンの都市部は、15の巨大なピラミッドに囲まれた広場を持ち、主軸に沿って計画的に都市化されている。アステカの人々は月に関するの巨大な石像が載っていると表現していた。この像は、ピラミッドの頂上ではないところで発見され、22トン、ある水の大女神の像だった。1998年初めから、 考古学者が月のピラミッドの下の発掘調査を行った。調査により月のピラミッドは初めに建てられてから少なくとも6回増築されていたことが明らかになった。増築するごとにより大きくなっており、増築前のピラミッドを覆い隠す形で建造されていた。考古学者たちはピラミッドの層を掘り進み、初期のテオティワカンの頃の埋蔵物を発見した。 1999年に日本の愛知県立大学及びアリゾナ州立大学の杉山三郎とメキシコメキシコ国立人類学歴史研究所のルベン・カブレラの調査団は五層目建造の際に作られたと考えられる墓所を発見した。そこには人の骨、動物の骨、宝石、黒曜石の刃物などがあり、そのたたしたような捧げ物と思われる物品があった。 これらは100年から200年の間頃に埋葬されたと推定されている。また、第四層建造時に作られたお女神に関連する墓所が1998年に発見されている。これには、生贄と考えられる人一人と、狼、ジャガー、ピューマ、蛇、鳥などの骨、また400を超える遺物と共に見つかった。その中には大きな緑色岩や黒曜石の人形、 儀式用と思われるナイフ、矢尻などがあった。月のピラミッドのパノラマ写真、ありがとうございます。